ヘッポコさん、セガの規約だとプスカメラで埋め込んで配信する前提じゃないのか？わら。ザケンさん、いい届きにある？煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。始まりました。声大丈夫ですか？聞こえますか？いたずらによるものと思われます。じゃ BGM 本部了解。音小さいぐらい。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。ザケンさん、アーさん、それまずそうなパンに見える。しょぼーん。ダンマサーキラ K さん、高級クリームパンじゃなくなってる。これって…矢印。なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。ザケンさん、人、ささやきちゃんでかいな、わら。でしょくた。あ、これで西、ご飯は気をつけてって言ってた。食いたくなくなってます。ヘッポコさん、寝知ってるところに、わら。宇治が、これ大丈夫か、いきなりこんな。日本の刑事裁判は、その 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められたけど、その結果一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実のおばけチャンネルさん、クリームパンうまいか？万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。あ、俺と一緒。アンパンだったけど。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど。クイズ考える間静かにしてろって？この野郎。それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。後ろの女の子誰だ？カイトウさん。あの、カイトウさん。そんないたっけ？私も今クイズとかの気分じゃないです。いやだから、その気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。才川東夜さん、それにクレームパン、まだ本当に騙されたのか分かりません。うそうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。ダンマサーキラ K さん、依頼者、ね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。あ、依頼者か。やっぱり私、矢上さんに依頼できてよかったです。びっくりして、いきなり彼女できたから。そりゃようござんして。プレステ5でね、コウスケ君、言ってました。ちょっと画像が悪いかな。お昼はいつもファーストフードばっかりだって。バンワーです。ああ、さっき店に入ってから20分くらいか。そろそろ出てくるんじゃない？どうですかね。おみゆさん、こんばんは。心配です。ラゲンさん、こんばんは。タイカさん、こんばんは。野菜もちゃんと取ってるかな。アオさん、ヘッポコさん、ラゲンさん。なあ、ケコちゃん。なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです。
時間をかけてやり取りしたし、あーさん、これで視聴者さんよりずっと私を分かってくれました。コウスケ君、私のことすごく大事に考えてくれてたんです。いい人。そんな男が。ささやきちゃんの声少し下げて。連れてくか。神室町で。きっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか。だとしても。ささやきちゃんの声少し下げて。女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろ。言いにくいとかあるよね。だって彼まだ大学生だし。それに。もし私が払わないと彼ヤクザに殺されるって。恵子さんが店に請求されたのが120万で、80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。めちゃくちゃ多いな。ええ、120万。だからコウスケ君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。絶対騙されちゃう。そうじゃねえ。ラケンさん、ささやきちゃんですか。コウスケとそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。で、女の子に払えねえ額ふっかけて、しまいには風俗で働かせる。俺みたいなやつか。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。ラケンさん、オッケー。だいたい、カムロ町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民に不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所、神室町、長いから。で、荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。良かったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、コウスケって野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえなあ。そうだろ、タボ。まあ待ちなって。カイトさん、まだ調査の段階だよ。あ、ほら噂のコウスケ。あ、コウスケ君。コウスケ君。まずは彼が実際どんなやつなのか後つけてみる。イケメンだ。二人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、ターボ。追尾って言わない。尾行だよ。聞こえるな、ターボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさか。ちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。ここは慎重に行こう。これだ。いや、ピンボケしてた。ごめん、全自動じゃなかった。カイトさん。笑ってるか。カイトさんの携帯に対象者の写真送ったよ。反射神経パパッとかしないで。おお、届いてるぞ。バッチリだ。いい感じで撮れてる。いい感じで撮れてるな。で、誰なんだ。コウスケと話してる相手は。こんな感じで。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。ピンボケしてますよ、この人。ピンボケしてた。いやー、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だってコウスケ先輩最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、声がいい。最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか、先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。え、それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。いつコウスケ先輩の方に矛先が向くかわからないですよ。え？それは
怖いね。気をつけるよ。じゃあこれから用事あるんで、俺はそろそろ行くよ。はい、絶対サークル来てくださいね。なんだ、ただの後輩か。浮気相手ってわけじゃなさそうだね。回復してないな、三角ボタン。走ってる。柴犬介護人間さん、しゃがむとかできないんですか？これ。ジュウちゃんさん、パトライズ。しゃがむとかできないんですよ。だいぶより分かってきました。右はピンピンピンって全部なった時に丸ボタン。カイトさん、新しい写真送ったよ。確認よろしく。おお、届いてるぞ。よく撮れてるじゃねえか。ああ、パトランプ点滅してる。やばい。なあ、タボ、コウスケの野郎、やっぱ黒なんじゃねえか。やつが下ろした金、まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早いよ。ゆうすけ金持ってんな。さて、その金は一体何に使うんだ。やべ、三角使いすぎだな、出だしに。タボ、コウスケはまだ特に変わったとこはないね。一人で街をぶらついてる。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。やつはどこに向かってんだ。さあ、あ、ビル入った。ちょうどビルに入ってくる。また悪いことばっかしてんな、このコウスケ。兄さん、待った待った。ユウスケ、ここは一元さんお断りだ。リョウさん、飲まますコメントありがとうございます。何でもクソもねえだろ。帰んな。誤解で降りたみたいだな。おら、何やってんだ、早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっと、そんな、このビルって何なんすか。関係ねえだろ、出てけっつってんだ。えらい剣幕やな。こりゃただの雑居ビルじゃないね。ビルに侵入できそうな。ビル内に侵入できそうな場所がないか探してみるか。なかなか難しかった。あと2階上。お、どうもお疲れ様です。アーサン、ヤンヤン、こいつ知ってるか。いえ、初めて見る。猿になって頑張る、やるやん。俺はそのコウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。コウスケの、はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつうが。なら誤解のはずだろ。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。それが俺にもよくわかんなくて。ところで、コウスケは5階のどの辺に。階段上がって一番奥、式の間だろ。式の間。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。おい待て、お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。あ、会員証とかいるパターン。 あれ、おかしいな、どっかに落としちゃったのかな。落としちまったか。それは困ったな。すいません、次から気をつけますんで。いい加減なこと抜かすんじゃねえ、バカか。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ、どっから入り込みやがった、この野郎。やってくれんじゃん。式の間ってのは何なの。コウスケ君はそこで何してんだ。うるせえ、黙っとけ。
チュートリアルが多い。おい、タボ、大丈夫か？ああ、今まだコウスケ君の入ってたビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかヤバいとこみたいだね。コウスケ君は5階の四季の間ってとこにいる。四季の間？カイトさん、心当たりある？そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に四季っていうこともあんだ。四季の間って隠語のつもりかもな。そっか、確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。裏スロットか。さすがだね、カイトさん。獣王がある。わからねえことがあったら何でも聞けや。侵入者だ、ビルに怪しい野郎が。なんだと？おい、どうした？おい、タボ、そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやらコウスケのボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分コウスケ君のいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。仕事に妥協がないね。わかった、だが気をつけろ。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。了解。また隠れか。よし、行くか。今度しゃがめるな。おい、何してんだ。早くドア閉めろよ。なんか雑だな。さあもう一勝負。皆さん、はったはった、張り切ってどうぞ。さあ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 。おい、コウスケ、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか？いやいや、全然まだまだこっからっすよ。景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや、最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないっすけど。また女絡みのか？声が大きいですって。生言いやがって。あ、もう最悪やこいつ。恵子さんから巻き上げた金はここで軍資金にしてるわけか。やっぱり黒みたいだな。浩介君はこれで普通の大学生なんて言わせないよ。ひでえな。で、すっからかんになるパターンだ。これあのパチンコ屋と一緒だ。海藤さん、こっちは例のビルを出た。コウスケ君は散々負けてオケラだ。ざまねえね。じゃあそろそろどうだ、サボ。もう様子見はいいだろう。直でコウスケ当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。よし、なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。ああ、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をって、まあいろいろあるんじゃない。両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも見つける気か。登場会ってあのヤクザの？ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。
東条会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんなやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前待って、知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。待てよ。なんだ、はったりかましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。どうなっても知らねえからな。やりすぎた。くそ。あ、ああ、吉郎さん、こっちこっち、頼んます。何してんだ、コウスケ。なんか揉めてんのか。こいつが変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの。こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か。式の間のでしょ。なんぞ。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。また喧嘩、また喧嘩。こんなはずじゃ。クソ。やってやろうじゃねえの。リボは出す。よし、これで一通り全部終わったかな。チェイス探し系バトルのチュートリアル。なんだよコウスケ君、もう終わり。お前に呆れるね、タボ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士、嘘つけ。どこがだよ。八神さんって探偵じゃなかったんですか。本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の。そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる、今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、コウスケ君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。怖い。あ、ちょっと、マジかよあんたら。こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。コウスケ君。ねえ聞いてくれ、優子ちゃん。俺、何にもしてないからさ。てか、何なのこの人たち。優子って誰。私、恵子だよ。え、あれ嘘でしょ。もう、信じらんない。コウスケ君さ、恵子さんにかかってる店の請求、あれ、チャラにしてもらいたいんだけど。そんなの、俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はぁ、バカ言ってんじゃねえ。ふざけすぎだろ。チャンネルさん、ドキンみたいな間違いかさ。女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。よく言ったぞタボ。ドキンみたいな間違い方。ぼったくり店の番号出してくれる。え、花から店ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。知らねえってそんなの。
そんなんでごまかせると思ってんのか。お前、俺らが誰か分かってねえだろ。だ、誰なんだ。うん、カムロ町の八神探偵事務所だ。それって何。いや、だから八神探偵事務所だよ。お前、名前くらい知ってんだろ。さあ、嘘つけこの野郎、何とぼけてやがんだ。もうやめようか、海藤さん。うちもまだだよ。そうか。あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同商会の寿司もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は同商会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が同商会だよ。だから解散するまで同商会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか。もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。で、どれがその店長の番号なの。そっち系に強いの。でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え、ええ、店長、今は店ですか。まあな、どうした、新しいカモでも見つけたか。お前最近いい調子だもんな。 いえ、そんな。最悪。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる。あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたら、その時はどうするんです。ああ、そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。で、延滞料が足りねえとか適当な理由つけて、そのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前、なんかいつもと声違わねえか。お、さすがよく気がついたね。何？誰だってめえ。この声、よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金、全部返してもらいにね。うわぁ、これ超やべえって。気の毒だけど、やっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる、そういう計画だったんだ。あの恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のこと。あの。もう黙れってお前。黙れってお前。手が早いな。ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みってお二人がヤクザの店に。今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか、恵子さん。源田先生の事務所すぐそこだ。結構ボリュームあるな。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親ともいえる存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、
あれ、お一人ですか。うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです、八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。ケンさん、あれ、ネジネジつけてない、しょぼん。ドキンみたいな間違い方じゃないですよ、ラケン。源田先生、少しの間、ここに恵子さんいさせてもらっていいですか。おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか。ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか。いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね。ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから世も末よ。テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。アーサーやな。ああ、そういえばありましたね、ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。時間差計画的に。スカートの中。おいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんないよ、バカ野郎。やめろ。おい、何撮ってんだ、ふざけんなこの野郎。あ、こんな人だ。意外と違うパターンもあるからな。痴漢は計画的に、痴漢はダメやで。江原さん、もう少し姿勢を正した方が。その態度でいいことは一つもないです。沙織さん、沙織さん、またアレンジできっかな。ドキン、今さらどうせもう判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、ほんと印象悪いですよ。星野君、印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さて、ここからが本番だ。ご起立ください。なんか意味深な警察官。ドキンのせいで、あ、ごめんなさい。ラケンさん、ごめんなさい。ドキンのせいで名前わからんやろが、ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。
現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。神室署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、ラケンさん、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。あ、結果俺のカメラでね、神室署御用達の先生はサジを投げ、ごめんなさい、その時たまたま当番弁護士だった左下だからね、沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。おお、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらず飲みましょうか。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きゃしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてる。キムタクの顔に合わせといて。ドキンカメラ、ボリュームあるな。キムタクの顔に合わせといて。ドキンカメラ、よう、そんじゃ行くか。タボ、一軒町のぼったくり店をお掃除しにな。行くよ。ああ、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。歩き方、ここだな。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ、だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いの、その店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どの道女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、ん、杉浦からだ。ああ、なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな、ったく。いや、久しぶりだな。そうだね、話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああ、あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所立ち上げたんだよね。あ、探偵事務所。おい、ちょっと待った、なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。一応八神さんに遠慮して神室町は避けたわけ。なあ、話がいろいろ急だし、それにつくもくんと、つくもくんってなんだよ、名前があれだな。他にどのつくもくんがいるの？このつくもくんか。ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。できましたぞ。それにあの人、なんか波長が合うんだよね。おい、つくもかよ、ここでよ、タボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い、その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？勝ち込み？何それ？終わったら後で話すよ。え？何なの？教えてよ。お待たせ。じゃあいいな、行くぞ、タボ。アーさん、一番ええやん、つくものモノマネ。キムタクの横に合わせといて、ドキンカメラ。キムタクの横ってキムタクの横？コウスケ、どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、あの浜田恵子さんから
ぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえその声、八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろな、カムロ町でうちの名前し、はあ、ちなみに俺はその松金。お前も話には聞いてる、有名だよな。まあそうかな。おい何さ、最後は松金のカイトといや、おつむの弱さで知られてる。笠寺に組の金取られて破門されたって話。あ、なりとさん、こんばんは。コメント、みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな、まあまあほっときなって。クソが。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ、やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で心配で、ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。分かった。じゃあ後で聞くから。後でというと、こちらからかけ直すべきでしょうか？だとするとおよそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろう、ターボ。てめえらぶっ殺してやる。ぼったくり店長。八神さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって、冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから、晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、カムロ町。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前なんだって。今時当たり前。そんなこと言ってっとネットで会える時代に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。恵子ちゃん、英子やね。英子やった。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか？甘いな、まだどうにもなってねえよ、あの二人は。近くで見てりゃわかる。
それも年の功ですかい。おう、俺はお前らよりよっぽど場数踏んでんだ。松金のおやすさんと一緒に。ああ、そうだったな。アーさん、テレクラで幸せになれますか。俺は幸せになれますか。ごくわずか。俺と思ってって別の世界の人間だったが、ちかテレクラもしないからね。この感度調で精一杯生き抜いてきた。40年前、いわば戦友だ。ピコピコとかして、でも、もし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 、お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。20何年前、30年前ぐらい。じゃあ俺らももう行きます。そうか、ラケンさん、お邪魔しました。瀬戸康史、沙織さんたちとはまた今度最新の体験配信してますわ。ダイヤル Q2 の、 あのテレフォンカードの数がすげえなくなってたもん。パパパ、ご起立ください。あ、始まった。裁判瀬戸康史っていう方が、爆心の体験配信してますわ。もうクリアされてる方いらっしゃると思いますので、まあストーリーのネタバレに関するコメントは禁止とさせていただきます。判決を言い渡します。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。あ、半年痴漢で。まさか実刑判決なんて、初犯なのに執行猶予もなしですか。ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。初犯で実刑かないな。ん、笑った。立ったままで聞きますか。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。はあ、何を急に。何の話ですか。分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越場ヒロと言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっとのうのうとしていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あの弁護人、これはどういうことですか。これはその、あの、沙織さん怒るか。いや、今日は久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。まあ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。矢上氏、なんだそりゃ。マジかよ。んだよ、あのクソゲー。クリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。相変わらず物騒な街だね。下手にまで目立つと、ああいう厄介やがらが。なんつけつけて。やっぱ下にしよう。なんか違和感あるわ。ここが矢上探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。カメラ、この不景気に何年も続けて、意見出たらまた変えたとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で、まだ挨拶してないです。って感じだ。意外にハイテクも駆使する。
まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイル。奇襲に関西、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。野犬さん、学校にいる模型みたいになってる。まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだろ。あ、一服しようやって言われた。奇襲みかんさん、ドキンさんの顔左上見たら、あーさん、ちょっと何言ってるかわからない。見下ろせとか。明日の方を見てるドキン。もう用事はするの？ちょっと何言ってるかわからない。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。予想させていただきます。八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。横浜いいよね。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってくる。俺のセリフ。なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。 あれお化けチャンネルさん、思い切ってカメラ右上に配置したらいいよ。ならよかった。思い切ってカメラ。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。わかった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね、ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたブラッチは部屋はね、まあ、いいんだけど、ちょっとカメラ今更ちょっと動かせないんで、なんとかやりくりできたい。また考えます。お忙しいところ今日はこれでいきます。野犬さん、真ん中上に置いとけ。カイトさんも来るでしょ。ああ、楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎、もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。部屋丸見え動画も出るよ。部屋丸見え動画も出る。時々チャンネルはやめへんで。チャプター1か。アーサン、チャーチャー。ヤケンさん、ドキンのせいだー、ドキンのせいだー。ヨウチチャンネルさん、昨日のアーカイブ残せなかったんですか。チューちゃんさん、バンツケン。横浜99カット。昨日のアーカイブをね、中華街の方じゃねえんだな。申請出したらついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。大丈夫だった。そっちもこれから好きなだけ行けるって。多分つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。横浜の街は綺麗だからね。そんなに。よう、苦労するな。ちょっと待てタボ。ん、あれ見てみろ。なんだ、勝手に何撮影してんだ。やめなさい。なんだよ、別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ、理由は。俺らの自由っしょ。あ、おい、しゅうちゃんさん、お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよ。そこは伊勢崎町商店街。今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。じゃ、考えてることは一緒か。確かめてみる。いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいって。おっさん、お前らな。出ましたね、お前、お前ら。あ、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。え、店の前でたむろされちゃ邪魔だって、そう言っただけだろ。
他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい？なんだよ。カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？キャット、今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。あ、返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。マジなめやがって。あ、今の高校生はサンマーメン発祥のお店があります。じゅうちゃんさんにいっぱい横浜のこと聞かないといけない。おい、おい、ダメだ、すげえ、くそ。スマホは返したの？よう、お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがってね。合気道か？合気道や。そんないいもんじゃないよ。ただの我流。泥もやし。けどガキ相手にはちょうどいいだろう。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは清涼って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。神室町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか？ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか？どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか？まあな、こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか？いや、あ、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃ俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。お、ほんの気持ちです。リストバンド、ほんの気持ちでいきなりリストバンド渡すかね。ごめん、なんかいきなり技取ってしまう。イヒヒヒ、イヒヒヒ、八神氏こんにちは。よう。おお、いやー、どうもご無沙汰でした、八神氏。あ、ちょっと違うな、明るくなったな。これ名前がさ、ごめん、かぶるんだね。いらっしゃい、お二人さん、元気だった？この野郎、これぐらいにして連絡もよこさないで、いつの間にこんな事務所。お、あ、おおっと、あ、動きがいい。シャラクセイ、さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む人とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける、義賊的なやつだよ。金にするしかないか。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。ごめん、名前ね、これあの杉浦文也。杉浦君、いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容、ブリーフィングを。なんだ、ブリーフィングって？状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ、議題のことね。ヘッポコさん、うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。家賃高そうだ。横浜のこの辺ぐらいのやつなんだ。2
25万。ワンフロアだからね。というわけで八神氏たちにご助力賜りたいのは最近探偵業へ増えつつある案件でして、どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。カムロ町じゃまず来ない案件だと思うね。案件、横浜ならではってことか。ちゅうちゃんさん、その辺マンションしかないですよ。じゃあもうあれしかねえ、中華街を仕切ってる連中の島争いだ。だろ、ヘッポコさん、不倫の調査かな。そういやこの辺ハンピンニューマンってギャングがいるんだって。ハンピンニューマン、そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。子供っていくつぐらいの。一番多いのは中学生です。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろう。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね、太古の昔オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。説明、特に出産直後に効果があって無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。じゃあいじめはその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。この辺全部いじめ関連の資料か。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。この量を片っ端から読んでるってことはそれだけいじめ絡みの依頼が多いのか。全然キムタクも、ね、ではついでながらもう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。なるほど。なら誰か猿やねん。その正義が歪んだものだったら大変だ。誰か猿やねん。暴走して歯止めが効かなくなる。
まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただし、なるべく波風を立てないように。ちゅうちゃんさん、その学校の規模、1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。配信者が全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。いじめはダメ。夜、その依頼人と外で会うことになってるな。部員のいじめもダメ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員のって店に現地集合でお願い。わかった。お気遣いどうも。着きました。あったぜ、タボ。教員楼、ここだ。そろそろ着きましたかな、八神氏。八神氏、我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で雲の連れだと言ってください。ちゅうちゃんさん、了解。あんまり美味しくないのさ、秘密。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。あんまり美味しくないのは秘密。遺跡的と中華街は離れてる。離れた。違う。そうそう、こんなの。これ覚えてない。こんなの中華街。麻婆豆腐が食いたい。さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。神室町の名探偵ですぞ。つくもさんから大噂はかねがね。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。あ、理事長っぽいな。これ奥田雄三、名前がね、お面かぶって。なあ、清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの。多分そうだね。何か今日町でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといて、それをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。へっぽこさん、世間まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳。あーさん、ツバメの下出たけど、ハルカミの方が美味しい。私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。ジューちゃんさん、ドキンさん、おっかいが。まあそう言うなよ、理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか。ええ、もちろんです。ツバメの巣食べたけど、ハルサメの方が美味しい。本校も日頃いじめ問題に取り組んでいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けど、うちが今までやってきた案件って、大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけ。で、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。
それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。このおじいちゃんの声誰だったかな。どんどんハードル上がっていくね、多忙。では八神氏、聞いたことある。何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃあ。来た。わざわざ探偵を雇う理由はお宅の生徒を殴ってしまったいじめがあった場合の対処は。北京ダックを頼んでもいいっすか。まあ、いじめがあった場合、まあ、先にこれか。理事長がわざわざ探偵を雇う理由聞かせてもらえません。それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。理事長は現場の教師を信用してない。何かそうなった理由でもあるのか。先生方を信用できないとは。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。ちゅうちゃんさん、中尾明では。そうでしたね。確かに。何かあるんですか。なんと言いますか、実はもう4年前になりますが、中尾明ではない。うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか。なかったと信じたいです。ただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ。生徒にいびられたってことか。さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、いまだに彼のことは分からずじまいです。ヘッポコさん、生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。やらなんとかさんが間違ってたらわからん。4年前に生徒が自殺、最近の教育実習が失踪、結構いろいろある学校だな。とにかくそういうわけで
皆さんにはどうか見えにくい学校の影に光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。分かった。いじめがあった場合の対処は、もし調べた結果いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたりいろんな書類を書いたりさ、それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ。進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。警察24時だ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。警察24時のナレーターか。朝すげえわ。そうそうそう、なんか警察24時とかなんかその辺の番組だね。あとは北京ダック頼んでもいいですか？理事長も好きですかね、北京ダック？ええ、まあよかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね、なんか控えめに言って最高です。やがみし、遠慮は体に毒ですぞ。ヘッポコさん、追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してくだされ。おい、恥かかせんなよ。恥かかせんなよ。と和んだところで次何話そうか。もういいか、もう全部聞いた。しゅうちゃんさん、わら、お宅の先生を殴ってしまった。生徒を殴ってしまった。さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日街でお宅の生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら、俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。よし、もういいでしょう。 OK。 ヘッポコさん、お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。うん、そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう、兄さん、追加だ。かっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。高そうだね。いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。いいな。先ほどは細かい話も出ましたが、モニターが要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。いいね。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってた な。 SSD に、あ、すいません。ええ、普通の数に限りがあるので、明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。一流店の味が微妙に。繋ぎでも切ろってのか？中華街料理人の繋ぎ代わりで実はもう人数分作業服を用意してありますよ。金満腹いないな。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。分かったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、
これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。しゅうちゃんさん、しゅうさん、お亡くなりに。いいな、パネル9枚か。これ何型ぐらいかな。結構ちっちゃいよね。あーさん、金満腹診断ちゃう？あ、みんな死んじゃったんだ。僕は夜行性ゆえ、この時間からが本領発揮なのです。気にせず、八神氏は明日に備えてくだされ。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。明日もやります。まあ、ドキンがやりたいんでやってます。好きなんで。八神氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。サイズはバッチリのはずです。八神氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。伊勢崎ロード。なんだあいつら。何カッコつけてんだ。妙な貫禄出してる。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても八神氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボ。だね。じゃあ早速行ってみようか。あ、綺麗な高校だ。うちと違うわ。あーさん、風俗がエリアあったな。風俗がエリアあった。そこも検索だ。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。あ、のことさん、コメントありがとうございます。え、好きな部屋にカメラつける自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。つければ Y ね。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。じゃあ、あの水泳部だ。20台です。まず水泳部に行こう。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。しゅうちゃんさん、違和感ある。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが怪盗さんだよね。こんばんは。
そんなにピコロさん、こんばんは。コメントありがとうございます。アーさん、暮らしよし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな、俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。違和感ある作業着だね。チューちゃんさん、ピコロさん、こんばんは。俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にね。あ、下駄箱にね、ガビを入れるね。ちょっと待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。渡部やん、それいいから。まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。画鋲なんて学校で死角になるような場所なんてそんなに多かね。皆様こんばんは。だが、ここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。バレんか、こう。こちら、つくも、やなみし。早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。下駄箱で3台も行くの？そっちもよろしくね。そこじゃないでしょ。こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞ、ターボ。あ、もうこれ決まってるパターンですね。あら、この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。全部カイドウさんが決めてんじゃん。おお、階段だ。ここも学校の資格だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに死角にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速一台仕掛けるぞ。ちゅうちゃんさん、合戦ではないんじゃ。わら、ここでも1台使うの。よし、それじゃあ上の階だ。ヤガミ氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、ヤガミ氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。もう分かった。2階と3階。ターボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。僕さん、難易度ハードだったらどこにつけるか選べるとかだったら、多分それないですね。ドキン、毎日やるの。おのごろ完結編までこれクリア頼むよ。あのクリアします。毎日します。毎日っていうか、まあ今週はね、4日ぐらい連チャンで、日曜ぐらいまではやっていこうと思ってます。仕掛けるカメラ3台がとりあえず死角を探してみよう。歩きか。あ、もう1台使う。才川東夜さん、ドキンがごとく。あ、サイカさん、こんばんは。コメントありがとうございます。ドキンがごとくじゃないです。ドキンタク、ドキタク、ドキタクでいく。ラケンさん、自分も買おうと思ったけど9000は諦めた。自分は9000。ラケさん、これを見て、いや、やっぱ買おうかなと思うかもしれないです。言っとかないとね。トイレか。
女子トイレ、女子トイレはなしか。意外とも浅いよ。お、用務員か。お、なんだ兄ちゃん、今取り込み中なんだ、後にしてくれ。タバコ吸ってんな。1000円やるからどいてくれ。これ1000円、タバコ代の足しにでもしてください。え、くれんの。ねえ、くつろいでるところをどいてくれって頼むのも悪いんで。へへへ、兄ちゃん話がわかるじゃねえか。今月金欠で困ってたんだよ。キムタクが半分持っていく。酒かよ、アーサーもう半分ジャニーズ事務所か。プレステ4、プレステ4の市場ない、ゲームできない説。あ、キムタクはもう抜けたっけ。よし、これでカメラいけるね。結局階段ばっかか。さて、監視カメラを仕掛けるか。結局さ、階段だよ全部。もっとあるでしょ。ひとまずカメラの仕掛けは終わったな。カイドウさんと合流しよう。あー、教室懐かしいな。3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込んだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。さ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら遅え。いいから堂々としてろ。ヘッポコさん、ここでエアコン業者の設定が生きる、わら。さっきのなんちゃって高校生だ、いじめてたこいつらだ。よう、今のやつら見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。海藤さんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。2年2組、2年 B 組じゃないんだ。あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。ほら、今日から俺が。ここのクラスヤバそうだな。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか。え、あ、その先生かわいい。ほう、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われても、うちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。沢さん、ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです。う、なんか疑い深い先生だな。ここはなんて答えればいいんだ。
こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか。ええー、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら。理事長のお名前。あ、それなら確か理事長の名前なんだって教えて。みんな何だった、あの警察24時の人。覚えてない。誰だった。アーさん、金満腹。金満腹とかシュートビトクとか言ってて、警察20。おばけさん、奥田さん大丈夫。奥田で大丈夫。おばけチャンネルさん、奥田。あ、改善さん、すいません。改善の少女さん、奥田。すいません、ちゃんと今度から覚えておきます。奥田で。改善さん、ありがとうございます。おばけさん、ありがとうございます。奥田か。アーさんがね、警察24時とか金満腹とかそう言うからそれしか覚えてない。奥田さんでしたよね、確か。奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、合っています。せっぽこさん、もうライフラインテレフォン使いよった。すみません、失礼しました。あ、ライフライン使っちゃったの。いや、何、いいってことですよ、先生。しかし、お美しいですな。エドさん、どういう私のタイプと言いますか、理想。アーさん、ハゲちゃっていいの。あの、作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。ごめん、適当配信者だからね、ちょくちょく聞いていきますんで、ね、すいません。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。バレてんじゃない、ほら。バレてないか、まだ若いからね、高校生だから。あんまり人の顔を覚えないよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、楽しさ3倍。広瀬さん、アーさんのコメント見てるだけで楽しさ3倍。いや、数少ねえガキンコロの。確かに、ちょくちょく毒が入ってくる。なんだよ、急に。俺が悪もん。分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちら、つくもです。八神氏、どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。体育館、了解。今ちょうど誰もいません。プールじゃないんだな。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。お疲れ様。カメラは前期正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか。かもしれません。時に八神氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか。昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが、しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。あの先生ずっと見れるじゃん。学校ってとこですタバコは格別だね。この背徳感っつうか。あ、分からんでも、ね、今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか、もう見つけちゃったよ。どうした。これは八神氏たちの仕掛けたところですね。でも3番目やったで。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。あーさん、名字あーちゃうです。やられてんの。女の子か。あ、もういじめてるわ。おい、なんだこいつら。
うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？よう、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸クソ悪いもん、ほっとけるか。ああ、そうだな。また、ヤガムさん。ん？終わったみたい。やつら、教室出てくよ。チューちゃんさん、アーさん、うららだい。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておきたい。おう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか、理事長と相談しなければなりません。女の子？女の子いじめられてる。タボ、さっきカメラに映ってたの、あの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。ああ、近づいて様子を見てみよう。あ、そう。あっちを説明する。こちら、つくもです。矢上氏、どうぞ。ああ、どうした？今、依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。あーさん、理事長室ここだ。あ、2時になったね。この辺で終わりますか。脱線もいいからさ。どうぞ、お入りください。2時になっちゃった。あれ？あ、さっきの。いやー、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん、探偵さんですか。おすすめの矢上さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。沢陽子、名前沢陽子です。担任の沢先生にはすべて事情を説明しました。サッカーのなでしこジャパンのキャプテン矢上さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは高田真美さん、間違いないですか？ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。バスケ部か。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか。高田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を定額だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。いえ、それはさすがに急でしょう。あと、この映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長が一番偉い、私立なのね。熱心な先生みたいだな。少し感情的になりすぎてるようだけど。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。
だからいじめを受けている子が助けを求めるときには、それはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか。でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって甲田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな。多忙、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。かなりパワーアップしてるね。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。おっと、ここから先は慎重に言葉を選ばないと。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。あ、これ高いパソコンだ、光ってる。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです？私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。サモさん、結構計画が高そうだな。7色のキーボードや。それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。この映像の中でいじめを止められる それは何かといえば、え、ちょっと待ってよ。いじめを撮影する隠しカメラ、いじめを傍観する生徒たち、いじめ被害者の、あ、ね、上だね。これわかる、俺でもさすがに。いじめを傍観してる生徒たち、ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ、大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ甲田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは、周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ、当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい。魔女裁判やめろ。あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの。つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると。いいでしょ、わかりました。では放課後には戻ってきますよ。助
探偵さんが何する気か知りませんけど。いいですか、理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。理事長の話し方も24時しか思い出さない。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ、八神さん。いかがです、問題ないですかな、八神氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとうな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう、誰もいない？2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。どうした？教室のではないんですが、一台隠しカメラにトラブルのようです。北川景子とガッキーを助けにで割った顔やなしです。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった、どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくれ。あ、これこれ。どうですか、八神氏、何か異常は？どうかな。お化けチャンネルさん、声ちっさ、わら。これなんだ？なんです？レンズにシールが。シール？あ、八神氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人。あ、やばい。盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。なんか嫌な生徒から。天沢、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。どうやらその女子は手慣れですぞ。あ、先借りちゃった。マジかよ、ここで捕まったらただの盗撮犯じゃねえか。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、これは。あ、逃げた。え、他に行ける場所。やべ。あ、やばいやばいやばい。正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。八神氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。やばい、通報された。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、じゃあいきなり調べ。とりあえず了解。すげえ体育館のら。何あのタワー、眺めはいい。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ。ドローンですよ、八神氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。いや、届かんでしょ。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。じゃ、これ嫌だ。この前なんかイケポチャいっぱいしたやつ。ここでいい。なんか。さすがに簡単だ。
う何人か警備員がついたようです。警備員来とる。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。そうそう、教室にスピーカーをつけるって言ってたんだよね。いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です。矢上氏、横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。ミッションスタート。ここは慎重に行こう。これ系か。危なかった危なかった。なんだよ、ここも当選簿か。申し訳ありません。どうやらそこは死角だったようです。こういうの多いのね。ジャッジアウト派。その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか。であれば、そこの警備員はどういていただきましょう。みんな感情を込めていく。何か策があるのか。こういうの多いのね、ジャッジアイズは。矢上氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれ？あれを使う時来た。このボールのことか。あ、出たね。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、物は試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。これ外したら一発アウトのやつだ。 R2 で投げることができます。R2 で。そういうことか。めっちゃ簡単。あ、今これ。はい、すいません、取ります。すごいな、効果はバッチリだ。ラケンさん、毎日同じタンブラー使ってるね。ヤガミ氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。タンブラーを使ってる、ね、あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。ちょうど後ろ向いてる。こんなとこでゲームオーバーになってやつおったもん。聞こえるか？このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか？調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、なら行けそうか。えらけさん、コップが毎日同じコップってコップこれだよ。矢上氏ならやり過ごせるでしょ。ずっと冷えてる。ああ、タンブラー派、一人くらいなら楽勝だ。おじさんには分からないか、しょぼん。ご粒子した？ご粒子した？ご粒子した？2年2組に着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようですぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。さて、小田さんの机はどこだっけ？小田さんの机はこの辺だったよ。めっちゃ矢印出てるし、一応プレイ的には良心的だね。この辺りだったな、彼女の席は。よし、それじゃあ周りにしっこ、スピーカーは音がこっちが向くようにと。ポチッとな、ポチッとな。バレるでしょう。
つくも、そっちからスピーカーに声かけ。つくもだと違う家に変換される。ですです、しょぼん。こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テスです。いいね、さすがつくものスピーカー、すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか。ああ、やれることはやったと思うよ。あ、やばい。お、ストップ。ちょっと待った。誰か、ヤックンたち呼んでこい。ヤックンって何。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けど、なんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時にさ、てめえ昨日最近の俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわないとな。大丈夫ですか、矢上氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫、うまく切り抜ける。あ、ラグビー来たよ。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。なんだよ、じゃあこいつ好きなだけポコっても OK なんだ。絶対高校生じゃない。だね、俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった。俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。あ、やるしかないやつ。お、何あれ。ヤックン、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。あ、ダヌさん、こんばんは。コメントありがとうございます。逃げるしかない。やべ、離すなよ。さすがラグビー。あ、もうやるパターン。これさ、いきなりさ、画面見てるときたまにすぐ罰を押せとか出るから、集中しとかないで。気合の入った変態じゃねえか。荒くれ高校生。矢上氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。変なことくだいたいヤクザだから。身だしはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。荒くれ高校生。少し大人げなかったかもな。すげえ、さすが。いえ、それよりもう消えましょう。矢上氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、わかった。しかしターボーが変態で捕まりかけるとはな。そんなドジ踏まないって。俺はいじめっ子連中はいい気味だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない。そしたらもう高田さんもいじめられないし。何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃ、もうこの手の依頼は来ないね、杉浦君。八神さんがそれ言う。するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちが物を言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。成田ブライアンさん、これ横浜。成田ブライアンさん、これ横浜。これ横浜です。なんかほんと高校生っぽいな。あ、パンね、焼きそばパン。あ、また来たよ、こいつら。うわ、また来た。よう、たまには一緒に飯行こうぜ。あ、成田ブライアンさん、2、3回くらいしか行ったことない。早く行くよ。今日、マッツン朝からむしゃくしゃしてんだから。マッツン、
私はむしゃくしゃしてる。いいよここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。あ最悪や。本能むき出しできてんのな。ほーら待てよ。おるねこんな人。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。いじめ顔やな。あ、なんもいい気だ。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんなちょっとこいつ甲田だよ。エロ女に味方すんの。甲田さん大丈夫。そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや成人派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ？あこの坊主がなんか言いそうだね。なんか言いてえことでもあんのかよ。頑張れ坊主。決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。あ言うか。確かにさ。あ言った。お前らいい加減にしろよ。いい加減にしろよ。そうだよそれそれ。ほんと何様だ。なあもう甲田に構うなよお前ら。そうだ甲田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おーおー確かに言ってた。出てけ出てけ。よし行け行け。一人おかしいとるな。なんだよお前ら急に。おい待つ。もう行こう。くそ。あ、いめこが。これ宮沢りえの。すごい。若い頃に似てる。あの子たちがこんなにまとまるなんて。あ、すごい。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。運営さんに物申す。ペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど最初の1羽が行くとどっと続くでしょう。ファーストペンギンですね。ファーストペンギン。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりません。俺もドキンにいじめられてましたけど、その取っかかりにはなるのかも。いじめてない。愛情表現。あ、偉い人おった。やっぱあいつらもういないから大丈夫だよ。ダンマサキラ K さん、うちも大丈夫。お化けチャンネルさん、みんな真似してマスクつけたらやばいぞ、わら。うちもじゃないよ、みんな真似してマスクつけたらやばいぞ。あ、ええ話や。ねえ、みんなねえ、分かってるんだよ。やべ、涙は出ねえけど。涙もろいな、俺も。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。
たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、先生あれやな、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。ユンさんさん、この頃で、まあ、ラケンさんいじめてたの、やったね、確認済み、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった、さすがですぞ。ん、え、ちゅうちゃん、おのごろでラケンさんいじめてないって。ドキ、ドキンのドキンによる、ドキンさんのための、何がバルバル。あ、ホンダ芸人、あ、ホンダじゃねえや、源田法律事務所。いけね、そういや、横浜に来てると言ってなかったな。すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。もし、白崎さん、至急でお願いしたい仕事があります。仕事？うちで抱えていた裁判の件で。というわけで、こんばんは。沙織さん、それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い、まだ現場なんだ、清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん、沙織さん、今回も聞こえる？衣装チェンジあるのかな。清涼高校というのは偉人町に近いあの、ん、そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばあれだ、裁判のやつだ。聞いたかも。あ、ちょっとつながったね。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待って、裁判でなんか、なんで沙織さんがそんなことを。何年か前に実習生の名前はいじめで殺されて、小島博、先日他殺罪となって発見されました。そうそうそう、偉人町の廃ビルで。え、腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。あ、ここの高校のことだ。先ほど、何の話してんだ。今さら気づいたんですが、その死体が御子柴であると、今さら事前に言い当てた人物がいたんです。ありがとう。今さら私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、御子柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると？ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で御子柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです、江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は、ドキ以外みんな気づいてた。4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。ここの子だ。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった御子柴のいじめのせいだと考えています。裁判でいじめがないと言ったんだ、息子の仇。それで誰か人を使って復讐したってことか？その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは御子柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを御子柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ
確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。あ、そう、もう判決出たんだよね。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。最高だね。